ユカンはカトリック教会の聖職者。現任のカトリック、香港教区司教で2012年2月に数期教に任命された。ユカンは1939年7月31日に香港中間市タントミガイ8号で生まれ、その後講習に行って小学校を卒業した。当時は国境内戦のため常に負傷兵や難民が南へ逃亡していた。 彼の語るところによれば、司祭が、不祥兵や難民に助けを差し伸べるのを目の当たりにして、深く感動し、司祭になることを志したという。後に、中国大陸の政権は交代し、大勢のカトリック聖職者が、中国大陸を去ることを余儀なくされた。ユカンは、マカオの西ヨゼフ人学校に入って学んだ。その後は1957年に、 香港のカナゴーミワ学校に入って学び、1964年には、ローマのウルバノ大学で学級を深め、神学博士の学位を取得した。1966年1月6日、ローマで時の教皇パウロ6世によって司祭に除海された。ユカンは、司祭除海後、ずっとカトリック、香港教区で働き、そして1970年から聖霊人学校で、 教職につき、相次いで、哲学院進学部教授、進学部主任及び哲学院校外課程部主任を担当した。この頃には、東京大司教区の白柳聖一大司教との交流があり、日本から来た中国協会巡礼団を率いたことも、ある。1980年から現在まで、精霊研究センター執行主任を務めている。 ユカン司教とチンヒ君枢機奇教、香港教区の聖職者1996年10月20日、ユカンはカトリック、香港教区補佐司教に任命され、同年12月9日、同じく香港教区共同司教に任命されたチンヒ君と、共に、司教除会を受けた。その後2008年1月30日、教皇ベネディクト16世は、ユカンを、 香港教区共同司教に任命した。2009年4月15日、ローマ教校長は、当時のカトリック、香港司教陳微君数ー教が引退、辞職を願い出て、教皇ベネディクト16世は認可したことを宣言した。これにより、ユカンは、同日から、カトリック、香港教区の、第7代の司教職を引き継いだ。 2012年1月6日、教皇ベネディクト16世が彼を数奇教に任命すると発表し、2月18日に数奇教に挙げられた。陳ク君数奇教は2012年1月13日で80歳になったため、ユカンが歌人数奇教として唯一教皇選挙に参加できる数奇教である。世間一般の評価は、ユカンの性格は、 比較的落ち着いていて穏やかであり、中国天主教愛国会副主席の劉白年は、ユカンが香港教区共同司教に任命された後に、香港教区にとって喜ばしいことだとした。そして、民主党前、主席李中明は、ユカンのやり方は、陳飛君と違うが、その政治立場もかなりはっきりしていると指摘した。カードトン、プレイフォーチャイナ、 バチカンダイアローグフォーアワール・オールアズ、イブリッジ・チャーチ、03、07、201214時41分香港、チャイナ、エーションズ、IT ユカン主教団声明し天主教香港教区、白柳数奇教様を偲んで、白柳聖一数奇教追悼の手紙、天主教愛国会表体、劉白年代三遊関明法、2008年1月31日、 ありがとうございます。